皆さんこんにちは。今日のおはくらはいかがだったでしょうか。今日はですね、ホルンの特集をしてましたけども、モーツァルト、ベートーベン、昔のホルンはですね、今のようにバルブを使って演奏しているわけではありませんでした。ナチュラルホルンといいまして、何もバルブついてない管をぐるっと巻いただけのですね、単純な楽器だったんですけども、それがいろんな風に工夫して音を変えていました。今日はですね、どのように、モーツァルトの時代にはですね、ホルンで音階を吹いていたかという話をしたいと思います。さあ、ホルンだけにある特殊奏法、ゲシュトップ奏法についてお話をしたいと思います。右手で音程を変えるんですけども、現在のホルンはロータリーバルブを使って音階を演奏します。バロック音楽以前、バッハより以前の時代のホルンはですね、ナチュラルホルンと呼ばれて、バルブがなかったので、吹き込む息の速さと唇の締め具合を変えて音階を演奏していました。出る音はですね、自然倍音ということで、ドとソとド、ドミソですね、中心に、のような音しか出ませんでした。レやファ、ラを含むような、ね、音が出ませんので、旋律を演奏することはね、できなかったんですけども、それを解決したのが右手の特殊奏法になります。先ほど言っていたですね、自然倍音というのは、唇を締めて息のスピードを変えるとですね、全く、バルブを押さなくてもですね、ド、ね、オクターブへのド、ソ、ド、ミ、ソ、シのフラット、ドというふうに書いてあります。このような音が、もうこれは自然界の中で含まれている音ですね。共鳴する音として自然倍音というのがもうこれは存在します。そして、この間に出ない音をですね、ゲシュトップを使って音を出すことになります。ではですね、次に実際にそのホルンのゲシュトップの音を聞いてください。それではですね、ホルンで、手を塞いだり開けたりしてですね、音階を吹いてみたいと思います。というようにですね、モーツァルト、ベートーベンの時代はこうやってドレミを演奏していました。はい、いかがだったでしょうかね。いろいろ右手、いろんなことやってましたよね。お客さんの方からはですね、ベルの中見えないんですけども、ホルン奏者というのはいろんなことをやっていますですね。で、トランペットはですね、バルブは右でやりますけども、ホルンが左というのはですね、右手で昔は音階をやっていたという名残だとも言われています。では、またお会いする日を楽しみにしています。Thank you.